毎回出ないに違いますね。青やっぱりかっこいいね、マジで。そうですね、青が初めていいですね。これも写真、これ青作った時対抗して緑も一緒にサンプルできたの覚えてる？これもめちゃくちゃやろうと思って最初の2つはあれやけど、これもめちゃくちゃなんか、まずもあったんですけど、去年コロナで延期になったツアーを振り替え公演、再々延期になったやつをようやく、春にでやれまして、で、あ、まだ大阪は終わってないね、再延期になったから大阪も、それが、今月で、東京追加公演が、来月あって、その後9月にいよいよ本当の40周年ツアーを9月に、やります、何か所か忘れたけど、それと40周年記念アルバムついに昨日完成しました。あとはもうマスタリングだけでミックスダウン終わりましたんで、ご期待ください。あのね、家でね、ビール飲みながらね、何気にテレビニュースステーションっていうの昔やってて、10時からね、それにディープパープルが出てたんですよ。おっ、ディープパープルテレビに出てると思って、テレビやないですか、別にあのステロとか繋いでなくて、ベース異常な音してて、スモークンザ音入ってんけど、何このベースと思って、何すごてんなると思って、あ、 BJ かと思って、その時ギーザーバトラーも使ってて、すごい気になってて、2本ほど持ってきてもらったんですけど、弾いた瞬間にボンっていいの音、普通にで弾いただけで、後ろにおった樋口さんが帰っていう一言帰っていう、それがきっかけですよね、うん。まあ、とにかく最初の興味持ったのはそのテレビでなんでこんなベースで音すんねんっていう、うん、ちょっと驚いた。 BJ さんが昔ディープパープルの楽屋に行って、ロジャー・グローバーにこうこれ使ってくれって思ってた時に、上からボーンって落として、チューニング狂ってないでしょって言ってたっていう話があるらしいんですけど、あの実は僕、あの一回ね、これぐらいのバーカウンターで、あの弦書いてたんですよね。でコード抜かんと、あのやってたのよ。で張り終わった後に、あの山下さんって呼ばれたから、えって言うと、振り向いた時これ引っかかって、高さそれこそ1メートル以上ですね、ドカーンと折ってガーンってなったんだけど、この辺ちょっとかけただけでチューニング狂ってなかった、うん、もうこの辺も全然大丈夫、すごい強いですよね。もう一つの最大の特徴は、これ他にはね、ゼロフレットね、これをするとどうなんねえと、やっぱデッドポジションがなくなるよね、すごい。だからビジネスすごい抜けがいいのはこれもあって、この辺行っても音立ってピアノみたいにこう立ち上がりがいいよね、ボンって。で普通のベースだから、この辺とか行くとちょっとこう抜けてこない時とかあるんだけど、もうこの辺行ってもなんて言うんだろう、寂しくならない、抜けてくるね。どこ弾いても同じもんね。これがやっぱりこれの影響やと思います。もうそら、うん、バイオリンベースもどっちかやったらこう割とピアノっぽくこの辺いても立つ音するもんね。うん。あとそのこれですよね。多彩な音作りができるっていう。まあ普通にこれ今、まあ、そのままスルーの音で。ここをちょっとこうやっただけで、こう戻してこれをやる。ね、まあ下にもあるから、まあ、結構多彩な。
僕はね、レコーディングの時はこの曲はちょっとこっちのトレブリーな方がいいなっていじったりするんですけど、ライブは基本的にこのまま、あの全然もう変えないスルーって感じですね、潔く。あの特筆することを悔しいけど当たりはずがないからどれを弾いても同じ音するんだよね。だから、例えばアンピックとかこの ギャリエン・クルーガーでビジェで弾くと僕と同じ音になるっていうのがちょっと悔しい、うん、でもあのそれだけ安心できるっていう、うん、だからね普通、まあ、パッシブのベースとか特に弾き込まないとなかなかこうならないじゃないですか。まあ、これ今さっきも弾いてもね、ハイポジションは鳴るしローも出るし、まあ気が鳴ってるというか、まあ、それの中のあれなんだけど、まあ、ネックも樹脂で、まあ、とにかく当たり外れが全然ないっていうのがもうびっくりしますね。あの他のメーカーでそんな俺今までないですね。まあ、フェンダーなんかも昔のオールドもそうやん、あのそのによって全然違う。ビゼはとにかく同じ音、多少違うけど多少実はそのそんだけ信用してるからシグネチャー作った時に最初音出さなかって持って帰ったんだよね。選びますかって言って選びますかって言ってもう見た目青の時はあの木目がすごい出てたんでもうとにかく綺麗な木目のでもうアンプまで用意してくれたけどいやもう見た目重視って言ってそれだけ音は多分あとねほとんど変わらんやろと思っててでまあこの白をできた時は一気に10本作っていただいていっぺん試しに弾いてみようと思って弾いたら多少音のあれがあったんですけどその時もやっぱり一番これ音抜けてるなっていうようになってるなっていうやつよりも2番目に音鳴っててルックスがいいやつを選んだもんね確か、うん、まあそれぐらい当たり外れがないということでこれは本当に特筆できる、うん、まあこのビジェの構造ならではなんでしょうね。木じゃないっていうところがね、まあ後ろこのさっきの言った最初の話に戻る強度が強いっていうのがこのグラファイト、これが、まあ、スコーンって入ってる。だからあのさっき言ったようにこんなとこからドカーンって落ちてもネックも折れなかったですよね、うん、というわけでヨーロッパツアーとか行く時ももう安心して1本で行ってる時もあるし、まあ、日本あればもう間違いないなと。たまにここが壊れる時があるんで日本あった方が安心ですけど、まあここも改良されたからね、あのちょっと今抜きにくくなってるけど、うん、いよいよ40周年記念ということでついに僕も30歳になりました。アルバムが、秋までには40周年記念のアルバムが出るのでぜひ期待してください。かなり強烈なやつができた。それと9月から、40周年ツアーが始まりますんで、ぜひお越しください。これからも応援よろしくお願いします。